素敵、マジですごい、見てほしい。え、本当だ。やば、なんもない。チェックイン終わって今お部屋に向かってます。めっちゃ素敵、マジですごい、見てほしい。素敵、やば、素敵、やばくないですか。もう部屋取ったらすぐ外行かないためですよこれね。すごいすごい、やばい、頑張ってここ上がります。やばいですよこれ。え、ほんとだ、やばい、この階段あれかよいしょ、やばいですよ、急降下、転がってきそう。やった、着いた、ついてない、まだ、すごい、じゃあ素敵、茶畑よいしょ。こんなでかいんですか。え、こんな大きいんですか。カップンか。それでは部屋に入っていきたいと思います。椅子が、てか匂いが素敵、なんかめっちゃいい匂いする。ベッド、今日もダブルベッドですね。何ですかそれ。これ汚いところを拭いていいですっていうタイプで、お水がちゃんとある。怖い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 。お茶がある、素敵。コーヒーじゃなくてお茶がある、素敵。後でやりましょう、お茶会。じゃーん、続きましてアメニティ、オリジナルですね。お風呂は、あ、バスタブありますよ、バスタブ。あ、ほんとだ、すごい、タブは一緒ですね。ユニットバスってことですね。ですね。へぇー、からのトイレで十分、うん、景色がやばい、うん、やっぱ、これで400だったら全然いいんですよ。ほんとに、全然止まりますね、うん。湖の周りを散策しに行ってきます。ホテルがとても素敵で感動してます。茶畑が本当にいっぱいあって、実際に住んでるお姉さんみたいすごい素敵なホテルです。湖の周りのお店やレストラン散策行ってきます。景色めっちゃ良さそう。まあ、やば、楽しみ。わー、ここかわいい、ここ行きたい。ここや、明日の朝船を予約したカフェなんです。景色やばいですね。まだお昼ですけど、お昼、夕方ですけど。バイクどこで借りたの？バイクあったら借りますか？ね、借りましょう。これですよね、多分。名宝村。名宝村。あ、帰り？そう。そうですね、これですね。ね、なんか店がいっぱいありますね。なんかチャイナビレッジにもあったお菓子とかが結構。結構いっぱいあります。お茶とかもね。大自然のパンダクタイ、すごい、本当に感動のどか、すごい気持ちいいですね。中国って感じがしますね、うん、タイではないです。どうですか、最高です。めっちゃ旅行してるって感じがする。本当に今までで一番旅感ありません。めっちゃあるわ、めっちゃいい、最高ですね。いや本当に最高、また来たい。本当にまだ終わってないけど来たいです、うん、また来たい。お茶屋さん、かわいい湯飲みがある、ね、めっちゃかわいい、かわいい、おしゃれ。え、この形初めて見た、めっちゃかわいい。お茶屋さんもいろいろ見たいですね。もう見たいです。すごいかわいい、ね、めっちゃかわいい、なんか雑貨屋さんが。しかもあれ絶対かわいいです、あの上にかけるやつ。なんかああいうのってなんか寒い時とか使えるじゃないですか、飛行機の中とか。確かに、ね、めっちゃかわいい、かわいい、かわいい。しかもあのスカーフも100バーツっていう、アクセサリーもありますよ。超かわいい。かわいい。やばい。ゾウさん祭り。しかもかわいい 色合いが。うん、そう。あ、基本セットみたいな感じ。子供が単品。明日？ね、明日食べましょう。食べましょう。80バーツですよ、ちっちゃい。あ、うまい。でもこれとこれ、フライにしてるかしてないかってこと。めっちゃありますね。うん、めっちゃなんかありますね。へえ。もう終わったんで、いただきます。明日か。
ちょっと来たて念願のパンと。なんか入ってるわけじゃないですか。うんうん、でも美味しい。うんめっちゃ優しい味。いただきます。うん、美味しい。これ何ですか。雲南スタイルだと思う。ちょっと辛いんですけど、美味しいです。うん。うん。うん、美味しい。美味しい。じゃあ雲南スタイルの飯もいただきます。本当に脂っこくなくてすごく食べやすくて美味しい、うん、それではゆっくりいただきたいと思います。それではあとお買い物をしてからホテルに帰って、明日も早いので寝たいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今から何しますか。今から船に乗ってファーを泳ぎます。泳ぐんですか。絶対泳いでくださいよ。事前に予約した方が良さげな感じでしたね。うん、大事前予約です。ですよね。佐方は結構人気そうな感じで。船が出発しました。イエーイ、めっちゃいい感じ。ここはタイじゃない、うん、すごい中国、ね、6時20分ぐらいちょうど出発して店員さんが船を漕いでくれてます。約40分間楽しんできます。すごいですかね。だから、うん、ハイシーズンのめっちゃ寒い時は霧がすごいですね、うんうん、もっとすごいんでしょうね、うん、本当にこれはこれで素敵。すごい素敵。なんか絶対朝早すぎて暗いだろうとか思ったけど、うん、全然ちょうどいい、ね、船はこんな感じでお茶を用意してくれてます。お茶をいただきたいと思います。いただきます。はい。え、何茶ですか。わかんないです。ちょっと飲んでみてください。でしょ。え、でも、うん、なんかほんわり茶、ウーロンとかではないですね。ほんのりなんかグリーンティー。グリーンティーってあります。わかんないです。味的にはグリーンティーの薄いやつ。色もめっちゃ薄いですよね。超薄いです。どっちかって言ったらなんかピンクっぽいっていうか。最高じゃないですか。最高。なんかタイ結構なんか旅行してきて海が多かったから新しいですよね。めっちゃいいですね。タイ来たいですね。道のりむちゃくちゃ遠いですけど、ここまで。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗でした。なんかあっという間ですね、うん、でも今からでもめっちゃ綺麗、結構モク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 してますよね、うんうんうん、まだまだ綺麗な景色が見れそうな時間で、朝ごはん8時からなのでちょっと時間潰して朝ごはんまた行きます。朝ごはんに行きます。昨日晩ご飯食べたレストランで今日は朝食です。山の上やから絶対こう空気薄いと思います。ずっと言ってますね。絶対こう空気が薄いと思います。でも本当にね、景色が綺麗。茶畑、お茶が買えるのもいいですよね。うんうんうん、なんかどっかから輸入してるんじゃなくて、すごい、もう基本だってお茶屋さんですもんね、うん、豆と梅干し。袋は台湾とか書いてますけど、うんうんうん、中身はバーラクタイですもんね。ご飯のチケットです。朝8時から10時までなんで行ってきます。行ってきます。行ってきます。何があるの？え、スイカ全然な、うん、私これ食べたい。これ食べれるんですね。それからスープ、味噌パンの食べていくつも、マッシュルームの、いや、これ食べたかった。キムチやって感じで、結構シンプルであっさりのご飯。どこ座るの？朝ごはんはこんな感じです。超シンプルで。うん、美味しいですか。美味しい。なんか、うん、昨日もスープ食べたじゃないですか。はいはい。なんかあっさりにした感じは似てるんですけど、でなんかまたちょっと味付けが違う。揚げマント食べます。美味しい。やっぱネギたくさん入ってるから、ふんわり。わかんわかん。
どうですか、これずっと食べたいって言ってましたね、うん、味はパートンコみたいな感じで、うん、パートンコに似てもパートンコよりもっともちもちしてる感じ、うん、だって先から見せたらタイ人の人めっちゃ取ってましたもん、3つとか。でもここのなんか名物っていうか昨日からちょっと気になってた漬物キムチ、うん、あ辛い。いや多分これをノーマッシュルームのお粥と一緒に食べるんでしょうね。なるほどね。マッシュルームのお粥は、うん、お粥って結構 無の味じゃないですか、うんうん、出汁が効いてて美味しい、タイの味ですね。美味しい。これキムチ美味しい。朝食見た目さっぱりしてて少なみたいにちょっと思ったけど全然美味しくて、え美味しい。あんまりやんなクオリティで朝食付きでパック2400バーツ安いです。しかもなんか昨日もクーポンついてたじゃないですか。うん、ついてました。でレストラン食べたりお土産で伝えるクーポンもついてて超お得ですよね。あ、お前スープ美味しい。あたりしてそれではゆっくりいただきます。一応 Google マップでは記憶があったので、怖い怖い。あったさん、あれ見張りなのかな、やっぱりなんでこんな人いるの。あんたらいねかなんかミャンマー、ミャンマー、え、ここは国境か。エンプティハットっていうところに行って歩いてたら見たらミャンマーの国境を越えてミャンマーに今一応門番みたいなね、タイ人の人にいたら、うんうんうん、あそこまではここまでは来ていいっていうことで来ました。戻ります。はい、安全に戻っていきます。すごいいい体験できましたね、うん、感動した。チェックアウトして、メンホーソン空港まで向かいます。はい、めっちゃいいホテルでしたね。チェックアウト行きましょう。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。